ベイベン V3834-2014 北本重型記者集団は中華人民共和国の大型トラック組み立てと自動車部品製造企業である正式名は北本重型記者集団有限講師英語名ベイベントラックスグループ CEO リミテッドである内モンゴル自治区パオ投資に本拠を置く中国北方工業講師内モン古第一機械集団講師 中国化有資産管理講師等が出資している。株式は非公開である。1988年ドイツのダイムラー・ベンツとの合意に基づき設立された。当初はダイムラーから主要部品を調達し、ノックダウン生産を行っていた。しかし2010年の時点で国産化率は90%までになった。2014年度は年産6万台であった。 トラックキャブやエンジンの組み立て以外に変速機、大型自動車用車軸などの自動車部品も製造している。会社の車軸工場ではダイムラーからライセンスを受け大型トラック用の車軸を生産している。デフギア付けやステアリング付け車軸も生産している。これらは中国、マレーシア、インドネシア、南米、南アフリカで頑丈で高負荷に耐える。 耐久性のある部品とみなされている。自動車部品は海外をはじめ、自社以外にも中国国内の多くのトラック製造企業に納入されている。最大積載量8から25トン、最大定員重量30から60トンの大型トラックがラインナップされている。ありがとうございます。